どうも、ふなしゲームズふなしです。今回 FIFA20 のボルタモードについて新情報が出ましたので、そちらの紹介をしていきたいと思います。この動画、ボルタモードの新情報に関して少し情報量が多くて、動画普通に1本分で撮っていると30分40分になりそうでしたので、2本に分けて動画アップしますので、もしよければね、もう一つの方の動画も見てください。で、今回のこの動画ではボルタモードのシステム面、操作方法等の紹介をしたいと思います。で、もう一つの動画の方ではゲームモード、ボルタモードの中の、さらにボルタモードの中にあるゲームのねモードについて紹介していきますので、そちらの方も合わせて見ていただけたらと思います。では早速ボルタモードについての情報を紹介していきたいと思います。まずは、メニュー画面ですね。ボルタフットボール、このような画面になっていて、下にいろいろねカップファイナルとかチャンピオンズリーグとかいろいろ書いてあると思います。いろんな、モードが搭載されるということです。いろんなね楽しみがあって、ボルタモードも一つかなりこう莫大なね量のモードになるなというふうに思います。そして次の画面、ボルタモード、ゲームの、ルールというかね、ルールが、いくつか存在していて、3対3でやるゲームモードと4対4そして5対5の、人数のねモードがあります。そして一番左側がね3対3ラッシュで、左から3番目に4対4ラッシュって書いてあると思いますが、ラッシュというのはキーパーがいないルールです。キーパーなしで、やるものと、で普通の4対4と5対5はキーパーありの、モードになってます。で、キーパーがいないと言っても、キーパー誰もゴール前守らないかというとそういうわけではなくて、ディフェンスの、ね、選手が、足でゴールをまとめてくれるというようなことが書かれています。これも非常に、予想してなかったモードで、キーパー付きとキーパーなしがあるっていうのは非常に面白いなというふうに思います。そして次、スタジアムです。スタジアム、10個以上かな搭載される予定になっていて、でこちら見てもらったら分かると思いますが、下側にウォールズ、ノーウォールって書いてあると思います。これは壁あり壁なしがほとんどのねスタジアムで選べるようになっていて、今回ボルタフットボール非常にね壁の使い方っていうのが重要になってくるものになっています。で、壁あり壁なしで、その壁を使ったねいろんなフェイント等も、あるということです。そして次、こちら少し画質荒いですが、動画見てもらいたいのですが、ファールをした場合、このようにね、途中で始まるような動画になってます。そして次、ペナルティーキック。ペナルティーキックに関しては FIFA20 で、搭載される、エイムシステム、白いね丸枠のやつがボルタフットボールにも、搭載されます。そして次、壁なしのスタジアムでは、フットボールをやってる方は分かると思いますが、スローイング、フットボールではスローイングせずに、足でね、パス出すような形になっているので、このように、パスを出すようになっています。そして、壁ありの場合、コーナーキック並びに、スローイングというかな、外側から出すものがあって、で、壁なしの場合だと、キックインだね。キックインと、コーナーキックがありません。だから全くこう時間が止まるのが、ファールぐらい
まあ、それ以外は全く止まらないというような形になっています。そして次の動画、見てもらいたいんですが、このようにね、壁ありの場合ですと、こう壁を使って壁にねボールを当てて跳ね返ってきて、まあ、ボールを受けるというようなこともできるようになっています。まあ、この辺が詳細のね、動画になりますが、まあ、壁に向かって走って、まあ、方向転換をすると、こう壁を使ったプレーっていうのがね非常に重要になってくるのと、まあ、すごく楽しいんじゃないかなと思います。これが気持ちよく決まった時はもう壁使いまくる気がします。こういう風にね、壁を使ってパスを通したり、あとはこれ非常にかっこいいですね。こう壁にパスを当てて、そこからダイレクトでシュートを打つというようなプレーもできます。で、最後ちょっとね、映ったと思いますが、壁を使ったセレブレーションも、追加されています。このようにね、壁を使って選手を抜くということもできます。これ気持ちいいね、決まったらね。で、防ぎようがないよね、これやられちゃうとね。まあ、守備の面でのコツの動画とかもね、いろいろ出せていけたらいいなというふうに思ってます。そして次、スキルムーブに関して、スキルの選手ごとでスキルの星が、ボルタフットボールも分かれてます。星1から星5まで分かれていて、で非常に簡単にスキルムーブを出せるようになっています。R3 を押しながら、スティックをね、倒すことで、一部のフェイクショットができるようになっています。で、操作方法でシンプルスキルムーブに関してパッドの角度とプレイヤーのスキルのレーティング星1から5に対してこう自動でねスキルが出るというふうに書かれてます。で、 L2 と R2 そして左スティックを倒す方向によってスキルムーブが出るというふうに書かれているので、非常に簡単にスキルムーブ出せるので、こう気持ちよく、まあ、選手を抜くことができるのではないかなと思います。これキャッチ&スピンっていうスキルムーブで L2 プラス四角かな、四角プラス×または丸プラス×を押すことでこちらのスキルムーブが出るようです。かっこいいね。これ本当簡単なコマンドで出せるので非常に楽しみですね。そして次、これはパスですね。パスに関してその選手特有のパスっていうのが非常に簡単に出せます。L2 を押しながらパスボタンを押すことで、まあ、特殊なパスを出すことができる。そして次、挑発、挑発することができます、敵を。で、これは非常にゲームのね、ゲーム面では全く関係ない。相手の能力を低下させるとかいう、こう影響は全くないですが、まあ相手に対してね、こう挑発できるというふうに書かれてます。まあ R2 を押しながら、右スティックだね。右スティック倒すことで、挑発することができるそうです。そしてこの挑発のまあ一つとしてニーリングヘッダー、まあ、頭でゴールに誰もいないときにわざと頭でねゴールする、まあ、これ YouTube とかで実際の人がやってるのを見たことある人もいると思いますが、これ L2 プラス R2 と右スティックを前に倒すことでできるそうです。まあ、こういう遊び心もあって非常に面白いモードだなと思いますね。そして次、こちらが、まあ、新たなボルタフットボールだけだと思いますけど、まあ、スキルじゃないね、セレブレーションがいろいろ追加されていて、まあ、これだとねファンダイクだと思いますが、まあ、このようにスマホで撮影した
動画みたいなね、セレブレーションがあったり、あとは、まあ、やはり壁っていうのを非常に EA の方も推しているので、壁を使ったセレブレーションもいくつか追加されているようです。そして最後の方にね、最後になりますが、アバターね、ウォルターフットボールで、まあ、自分自身を作って、まあ、その選手を強化していく、モードもありますが、まあ、このような画像にあるように、こう服装であったりとかアクセサリーとかね、あとはシューズとかをこういろいろカスタマイズできるそうです。でこれはなんかゲーム内コイン、ウォルターフットボールをプレイして貯まるコインなので、課金とかではなくてゲームをプレイすることによってもらえるゲーム内通貨で購入することができるそうです。まあこういうのいろいろ集めて、まあ全くね、他のプレイヤーと違う服装で、まあ個性を出せるということで、まあ、非常にやり込み要素もあるんではないかなというふうに思います。はい、ということで、今回、簡単ではありますが、ボルタフットボールの、まあ、操作方法であったり、まあ、ゲーム面の新情報に、関する紹介でした。まあ、これ見てわかる通り、ボルタフットボールかなり力入れてます、EA の方。で、まあ、壁を使ったね、プレイであったり、11対11のね、普通のサッカーとは違う部分が非常に多くあって、で、壁を使う、まあ、物理演算とか開発者っていうのは非常にこう難しかったんじゃないかなと、まあ、勝手なね、個人的な意見ですが思います。普通のね、サッカーゲームではありえない壁から跳ね返るとかいう、こう弾道とかもね、計算しなければいけないかったので、まあ、非常に大変だったのではないかなと思います。で、普通の11対11の方でも、まあ、ボールのね、バウンドであったり回転っていうのが非常に改善されているというふうに今紹介しましたが、おそらくね、このボルタフットボールで壁を使ってプレイする、壁に当てて、それのね、弾道とかを追加したいがために、11対11の方もそれをね、こううまく利用してよりリアルなサッカーに近づけていったんだなというふうに思います。で、ボルタフットボールが、まあ、なければおそらくバウンドとかも、こう、追加されなかったんじゃないかなと思うので、非常にこう、重要なモードになっています。今回、フットサルモードのね、ボルタフットボールの紹介でしたが、まあ、皆さんもね、非常にやり込み要素はありますので、ありますし、まあ、1試合、最短6分かな。前半3分、後半3分の一番時間短い、試合形式もあるので、ぜひぜひ隙間時間でね、やっていただけたらと思います。では、もう一つの、ゲームモードについての、動画ももしよければ見てください。もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では、今回の動画はこの辺で。またね。